昨シーズン好投するも勝ち星に恵まれず不本意な成績、粘り強いピッチングで巻き返しを誓います。浜の番長三浦大輔、どこに投げるか。いきなりど真ん中に来ました。ワンダスイングです。悩んだ末の FA 残留、2桁勝利はノルマといえます。斉藤隆、どこから行くか。ここは見ていきます。ワンストライクノーボール。昨シーズンはチーム唯一の2桁11勝をマーク。今シーズンも期待のかかるベイスターズ左のエース吉見雄二、どこから行くか。まずは簡単にストライクを取りました。ワンストライク。昨シーズン開幕2軍スタートも防御率パリーグ4位、地元でもその雄姿を見せることができるか。若田部健一、まずは初球。ここは見ていきます。真ん中ですか。はい、確実な制球と豊富な球種で打者を翻弄。今日も重ねる凡打の山。まず初球、まずは見送りました。さあカウントはワンナッシング。マックス150キロを超える直球が魅力、快速ドミニカン、グズマン。1投目、まずは見送りました。さあカウントはワンナッシング。首脳陣の期待に応え、今シーズンこそ活躍の年としたい国立大学初のドラフト1位、杉本優。どこから行くか。初球から入れてきました。甘い球ですね。はい、去年は怪我もあり不本意な成績、今シーズンは巻き返しを図りたい谷口邦之。さあどこを攻める。あっと初球ど真ん中から入りました。さあカウントは左キラーとしての活躍が期待されます。森中正男、第1球はどうか。まずは初球ストレート。なんで今のこの打たないんでしょうね。去年はファーム暮らしの不本意な年、古巣で復活なるか。気合暴行デニー智里、1投目、まずは見送りました。ど真ん中ですか。はい、怪我もあり去年は満足いく成績を残せませんでした。今年は気迫あふれるピッチングを見せてほしい木塚敦史。さあどうする。まずは見送りました。ど真ん中を見逃しました。うなりを上げる快速球と必殺の変化球で打者を切って取ります。さあ最初の1球、ここは見ていきます。ワンストライクノーボール。昨シーズンは右肘の張りに悩まされました。今シーズンは万全の体調で挑みたい福森和夫。さあ初球、まずは初球ストライク。ボールカウントワンストライク。昨シーズン終盤に見せた好投は新たなエース誕生の予感。ベイスターズ次世代のエース畑裕二。初球はどうでしょうか。まずは見送りました。ワンナッシングです。今シーズンはスライダーを武器に対左キラー復活が期待されます。川原雄一、最初の1球、まずは見送りました。ど真ん中を見逃しました。昨シーズンはセットアッパーとしてフル稼働、1人1冊が新情です。竹下慎太郎、最初の1球、初球ストライク。ど真ん中ですか。はい、必殺の変化球を武器に打者を仕留めます。さあどこを攻める。その初球ど真ん中から来ました。ワンストライク。去年はローテーションの一角を期待されるも不本意な成績、今年こそローテーションの座をつかみたい稲嶺茂雄。初球はどうか。いきなりど真ん中に来ました。ボールカウントワンストライク。高校時代1試合19奪三振を達成した四国のドクター K もプロの壁に苦しんでいます。ベイスターズ期待の右腕東和正。第1球、まずは見送りました。ワンストライクノーボール。スリークォーターから140キロ後半のストレートを投げ込む快速右腕、頭脳的な投球にも定評があります。土井龍太郎、初球はストライク。なんで打たなかったんでしょう。はい、ベテランの巧みなリードで投手陣を引っ張ります。中村武史、
去年はシーズン後半から1軍マスクをかぶりました。まだまだ鉄砲型に衰えは見えません。中島聡、打撃に守備にチームになくてはならない存在。パンチ力ある打撃が魅力、小川博文。内野ならどこでも守れるオールラウンドプレーヤー。今シーズンも渋い活躍が期待されます。万栄隆。得点圏打率3割6分6厘の勝負強いバットがチームを引っ張ります。ミスターベイスターズ、石井拓郎。その勝負強い打撃には定評あり。浜の若武者、内川誠一。昨シーズン終盤だけで9本塁打を記録、大気の片鱗を見せ始めたベイスターズ期待の長距離砲、古木克明。パワフルな打撃が何よりの魅力。今日も見せるか、特大アーチ。パワフルな打撃が何よりの魅力。今日も見せるか、特大アーチ。内外野どこでも守れる守備力と勝負強い打撃でチームに貢献します。金田仁。去年は1000試合出場を記録、勝負強い打撃でチームを引っ張る佐伯貴博。昨シーズンは満足のいく結果を残せませんでした。今年はやります。ベイスターズの主砲、鈴木貴憲。昨シーズンは打率1割7分と不本意な成績。今シーズンは3年ぶりの首位打者を目指します。金城達彦。勝負どころでの存在感はチーム1といえます。中根仁。前世の打撃センスは本物です。今シーズンの爆発に期待したい田村仁。足と守備には定評があります。打撃力をつけてレギュラーを狙います。田中和則。昨シーズンの経験を糧に今シーズンは正捕手の座を狙います。相川亮司。驚異的なスイングスピードから繰り出される強打で投手を粉砕。ベイスターズ期待の大砲、村田修一。安定感あるプレーには定評があります。福本誠。遠くに飛ばす技術には光るものがあります。ベイスターズ待望の大砲、父の智秀。パワフルなバッティングと抜群の身体能力を誇ります。未来のミスターベイスターズ、吉村勇希。高校時代のチームメイト松坂との対戦を目標に一軍定着を目指します。小池正明。打撃力はすでに1軍レベル、期待の若手田中満。